ワークアウトパートナーの井上大賀です。いつもありがとうございます。今回は格闘技のエクササイズで行いますフロントキック。このフロントキックの軸足についてお伝えをしていきます。では今回ですね、ご紹介をするフロントキック。こう構えた状態から前ですね、まあ、前蹴りとも言うんですが、前に向かってこう蹴るキックになります。はい、このフロントキックなんですが、蹴った時にですね、どうしてもこう体が沈んでしまうということがあります。で、今回はですね、その沈んでしまう時のポイントですね、骨盤、ここがやはり開かないと、どうしてもキックというのは沈んでしまいます。前に出ないという状態ですね。で、ここで大切なのが、この軸足です。はい。大体ですね、エクササイズの中では、構えた状態の時、はい。この時というのが、足先がですね、まあ、っすぐか、もしくは大抵、こう、若干、内側に向いてます。はい、特にジャブなどですね、クロスとか打つときというのは、おへその向きも斜め向いているということで、まあ、当然足先もですね、こう横を向いているケースが多くあります。ね、このまま蹴ろうとしてしまうと、どうしても骨盤が開きません。はい、なので大切なのは、フロントキックを受けるときは、軸足を若干、外に向ける。はい。まあ、外に向くことで、まあ、膝の位置もですね、外向きますので、前にキックをしやすくなります。はい。これが、何も考えずですね、蹴ってしまうと、どうしてもこのまま、足そのままで、こう、蹴ろうとなってしまうため、どうしてもですね、こう、丸まってしまうと。いうケースについては、まず軸足を意識してみてください。はい、この状態から、こう横向いたとしても蹴る瞬間には、ちょっと外を向けて蹴ると。あんまりこう外向ける必要はないので、少しだけ外向けて蹴ってみると。はい。これだけで、全然ですね、キックの感じが変わってきますので、ぜひ、ここを意識していただければと思います。また、過去にもですね、細かい部分ですね。まあ、例えば手はどうするのかとか、そういった部分であったりとか、まあ、軌道であったりとか、また別の動画でも紹介しております。詳しく概要欄にも貼っておりますので、また、良ければご確認していただければと思います。では、今回は以上です。ありがとうございました。